照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対横浜 DeNA ベイスターズの22回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さんは現役時代数多くのピッチャーと対戦されたわけですが、苦手なピッチャーのタイプというのはいたんですか？やっぱりね、シュートピッチャーっていうのは苦手でしたね。なるほどね。まずはカープの先発床田がマツダスタジアムのマウンドに上がります。さあ、ベイスターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。引っ張った、メヒア、一塁送球、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている筒香、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。床田、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーは床田、ここまで6勝をマークしています。際どいコースに送ってストライク。取りました。一塁そのまま入ってアウト。打席には3番バッターロペス。2試合当たりが出ていません。2アウトランナーありません。この回の床田、早くも2アウト。まだ3球しか投げていません。積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。高め打ちました。センターライナー掴んで3アウトチェンジです。この回ベイスターズ三者凡退です。1回の裏カープの攻撃です。カープはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますベイスターズはご覧のような守備陣です。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の浜口。どんな投球をしてくれるんでしょうか。これから1回の裏、ベイスターズに選手の交代がありました。西川が打席に入ります。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボール、低め149キロ。打ちました。痛烈、セカンドうまくさばいてアウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている菊池。ここ3試合連続で複数安打を放っています。打撃好調です。そうですね、バットが触れてる感じですね。期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。2球目打ちました。さあどうだ、ヒットになった。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスには3番鈴木。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上浜口、そしてキャッチ走ってきた。キャッチャー送球してナイス、盗塁成功です。チリ盗塁を決めてきました。いや、今のは素晴らしいスタートでしたね。
これで先制点にぐっと近づきましたよね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。はい、全くその通りですよね。バッターボックスの鈴木、今シーズンの得点圏打率は2割4分4厘となっています。まあクリーンナップですから、もっと勝負強さが必要でしょうね。ええ、まあここはクリーンナップとしての意地を見せてほしいですよね。はい、期待しましょう。落としていきましたが、これは外れます。平行カウント、打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する、これが今シーズン100本目のヒット。ランナー3塁1塁となりました。ここは犠牲フライで OK ではあるんですが、まあクリーンナップなんでそれ以上期待したいですよね。はい、さあクリーンナップらしいバッティングができるんでしょうか。二塁はセーフ、サードランナーホームイン、カープ1点を先制しました。ライト前のタイムリーヒット、1対0カープ、試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという感じですよね。初回からのタイムリーヒット、先制です。さあそしてバッターボックスにはメヒアが入っています。さあチャンスが続きます。まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。そう、初球打ち、この打球はどうだ、切れるか、切れました、ファウル。抜けていれば貴重な追加点というところでした。これは低めストライク、すぐに追い込みました。インコース打ちました、三遊間抜ける、ホームに送球、これで4連打、ワンアウト満塁です。バッターボックスには6番相澤、カープこの回1点を入れています。さあ先制に成功して、なおもその点差を広げていこうかというところです。ここまで非常に打線がつながっています。初球空振りです。これが2球目、外際どい球、ボールになります。打ち上げた、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、サードランナーがホームに帰ってきました。カープ追加点、2対0になりました。さらに満塁のチャンスが続きます。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。初回からじわりじわりと点差を開いていきました。さあそして打席にはサンタナ入ります。さあチャンスが続き、満塁の場面、まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですよね。最初は変化球できました、ボールになります。改めてお聞きします、バッターボックスのサンタナ、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、しぶといバッティングが身上のシュアーなバッターですね。なるほど、そうですか。かなり振り遅れましたよね。変化球を待ってたんでしょうね。そうですね。高く上がった、ワンバウンドヒットになった、サードランナーホームイン、カープ追加点を挙げました。3対0、これでリードは3点となりました。
ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。そうですね、この流れに乗っていきたいですよね。またしても点を加えます。次第に点差が開いていきます。さあ、そしてバッターボックスには小園が入っています。さあ、なおもチャンスで満塁の局面。まあここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですね。赤星さん、この小園対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、特に左に弱いということはないと思いますね。左右同じくらいの成績を残しているはずですからね。ああ、そうですか。さあ、2球目は何か。外のボール打った。ぐんぐん伸びる。落ちた。ヒットになる。ボールは中継。サードランナーがホームに帰ってきました。セカンドランナーも今ホームイン。カープ追加点、5対0。なおも三塁一塁のチャンス。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。この流れに乗ってね、この回で大きく勝ち越しておきたいですよね。立ち直るきっかけを与えません。初回から優位に立っています。さあ、バッターボックスには先発の床田が入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。まず際どいコースをついてきました。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。外、これは外れた。打ちました。流しました。打球はレフトへ。タッチアップ。サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。カープ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。6対0になりました。カープリードを6点に広げています。打順は1番に帰ります。バッター西川。カープこの回は打者一巡の猛攻となっています。引っ張った。ファーストの横抜けました。これで9試合連続安打。ツーアウト二塁一塁。打席には2番バッター菊池。リードはしてますが、まだ序盤ですから、もっと点は取っておきたいですよね。さあ、序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。引っ張った。サード取った。一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回カープ見事な攻撃でした。1回終わりました。6対0。カープ先制です。2回に入ります。追いかけるベイスターズの攻撃。バッターボックスには4番ソト。昨日のゲームでホームランを含むマルチ安打を記録しています。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。さて、カープの先発は床田。今日が23試合目の登板です。前回の登板は6イニング投げて自責点1、勝敗はつきませんでした。2球目打ちました。これはファーストライナー。バッターは5番細川。床田まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド外れます。次が2球目。低いところへ決めてきました。146キロ。
高めのボール、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには6番大和、ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド決まっています。ここはバントを警戒、インサイド落ちました、これはどうだ、二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。